ではその先ほどの平成行列のことを考えるためにここからその二変数の二次形式というのを考えて扱っていきます。まず定義ですね。数学ですとまず道具の定義をしますので二次形式の定義をします。A と B、 あ、すみません、これ C を忘れましたね。 A と B と C を実数とします。 C を書き加えておいてください。 A と B と C を実数としてこういう行列をラジエと置きます。B がこのようなふうに並んでるやつですね。で、まずこの行列なんですが、対称行列と呼ばれます。これ皆さん、対称行列覚えてますかね。対称行列って何だったかっていうと、点地行列をとっても元の行列と等しい行列ですね、を対称行列と呼びました。で、これは1、2成分と2、1成分がどっちも B が入っているので、点地をとっても元の A に等しいですね。そのこの A は対称行列と呼ばれます。で、こういうその二次対称行列に対して、先ほどの見た式ですね。左側から xy っていう行ベクトルをかけて、あと右側から xy という列ベクトルをかけて、展開するとこういう x と y の二次式になるんですけれども、この二次式のことを A の定める二次形式と言います。だから、二次形式は何かって言われたら多項式ですって答えればいいです。こういう多項式もしくは XY の関数です。二次式ですと答えればいいです。で、この二次形式のことを Q の A の XY っていうふうに記号で書きますので、それもちょっと押さえておいてください。まず、ここが二次形式の定義ですね。で、さらに、この二次形式が取るですね、符号っていうのを定義します。A を先ほどのような二次実対称行列として、それから、Q の A の XI を先ほど定義したこの二次形式のときに、この二次形式、この式がですね、その、任意の X と Y、次数ですね、次数 XY に対して、ゼロでない次数 XY に対して、どんな次数 XY を入れても、この式が正ですよっていうときに、これ、この二次形式は正定符号ですというふうに言います。で、逆に、その XY にどんな0じゃない次数を代入しても、この二次形式が負であるときには、この二次形式は不定符号ですと言います。で、最後に、この XY に代入する値によってですね、この二次形式が正になったり負になったりしますよっていうときには、これは不定なんですけれども、この定まらない方の不定符号ですというふうに言います。まずちょっと気をつけてほしいのは、この不定符号って読み方が同じで概念が異なるものが2つありますので、そこを気をつけて区別しておいてください。常に区である不定と、それから符号が定まらない不定と2種類ありますので、注意してください。で、さらにですね、この二次形式が正定符号、すなわち、どんな x と y、0でない x と y 入れても、この二次形式が正になるときには、この行列 A のことは正定次行列と言います。まず、こういうですね、その二次形式の符号っていうのを定義しますので、次これを押さえておきましょう。ここまででしょうか。で、じゃあちょっとその二次形式がですね、じゃあ正定符号っていうのはどんな時ですかっていうのをちょっと一個持ってきました。A をこういった行列とします。まあ、2、1、1、1って行列ですね。で、この行列によって定まる二次形式を計算すると、2x2 乗プラス 2xy プラス y2 乗になります。で、実はこの二次形式は正定符号なんですけれども、これをどうやって示せばいいかというと、このような形で平方完成するんですね。だから、x と y の何かの二乗の和という形に直すわけです。そうすると、この場合は、例えば、x2 乗プラス x プラス y の二乗という形で書くことができます。このような形を表せば、x と y にどんな次数が入っても、まあ、0でなければですね、この二次形式は常に正ですよということが言えます。いいでしょうか。まあ、ちょっと皆さん、後で自分でやってみてください。で、あとは不定符号の例ですね。で、今度はその A として、まあ、こういう行列を持ってきました。で、ここで、その二次形式を作ると、マイナス 2x2 乗プラス 2xy プラス y2 乗という式になりまして、で、不定符号であることを示すには、これは、ある x と y 代入すれば、あるところでは負になるし、別の x と y 代入すれば、そこでは正になるということを言えばいいだけです。そうすると、この場合は、x が1で、ごめんなさい、0を入れたらまずいのかな。0が入ったらまずいですね。すみません、この例はちょっとまずいですね。なぜかというと、
0、0でないって、あ、いいのか、0でないっていうのがいいのか。いいですね。だから、例えば1と0を代入すればマイナス2になるし、0と1を代入すれば1になるから、この二次形式は、不定というのは、符号が定まらない符号不定だということが言えるわけです。というふうに、こう、いろいろ具体的に計算することができます。さて、で、次に考えるのが、この二変数の二次形式の、今言ってた符号の判定法です。実は、今出した二次形式の符号っていうのは、この行列 A によって決まるということが分かっています。ちょっとそれがどうやって決まるかということをこれから述べます。次の命題です。これ、A が ABBC って先ほども出ましたけど、これは対称行列ですね。で、この A によって定まる二次形式が正定符号、すなわち A が正定値行列。だから、XY に0、0以外のどんな次数代入しても、この二次形式が正になるっていうことと同値な条件として、この行列の11成分の A が正、かつ行列式、皆さん行列式はいいですかね。春学期の線形代数で出てきたと思うんですけど、この行列の行列式が正であると。まあ、これは必要十分条件であるということが言えます。ということで、まず、その二次形式のが正定符号かどうかということが判定できるということをまず押さえておきましょう。さて、その証明なんですけれども、この二次形式ですね、実際に xy によるこの二次形式を書き出しますと、ax 二乗プラス 2bxy プラス cy 二乗ってなるんですが、これをですね、xy に関して平方完成すると、この条件が導かれます。さて、問題です。これ平方完成したらどうなるでしょう。ということで、ちょっと2、3分時間取りますので、ここで皆さんちょっと手を動かして考えてみてください。平方完成、多分やっている人もいるかもしれませんが、基本的なやり方としては、まずこの式を A でくくってみるんですね。A でくくって、A でくくのかな。これ、x 二乗と、まず x が出てくるこの2つの項を a でくくってみてですね。で、それで何がなんかゴニョ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 やるわけです。で、こう、何かの2乗っていう項を出せるんじゃないかと思います。まあ、あんまり、あれですね、ちょっと一人でやっててもつまんないですから、もしよかったら、隣の周辺の近傍の人たちと相談してみてください。僕が近傍っていうこともあるんですけど、ただ僕昔お世話になってある偉い大数の先生が、近傍って言葉を普通に使っていて、ちょっとびっくりしたことがありました。へえ、近傍、確かに、まあ、近い系や近傍って言うけどなって思った。数学以外であんまり使わなかったので、ちょっとびっくりしましたけども、まあ、そうですね。近傍の人たちとちょっと相談してみてください。まあ一応そうですね。これ録画されているので、録画を見ている人は、ここでちょっと再生を一旦止めて、ちょっと皆さん考えてみてください。さて、まあもうちょっと時間を取りたいんですけれども、まあこの授業の時間もですね、限りがありますので、じゃちょっとだいぶ計算できた人もいるかもしれませんが、ちょっと先に行ってみましょう。実はこんな感じになります。まず、この最初の2項を A でくくってですね、ここを平方完成するんですね。そうすると、A プラス A 分の BY の2乗と、あと A 分の B の2乗 Y を引くっていう形になりますので、で今度はこの後ろの項を A 倍してこう外に出して、これ、今度はここ Y の2乗の項ですから、この後ろの Y の2乗の項とこうくっつけるわけですね。で、それで整理すると、こういう形になるんですけれども、まあ、この最初の項 の, まあ、かかっている係数に A が出てきて、それから後の Y2 乗の項の平方の部分のここにですね、AC-B2 乗ということで、これがちょうど A の、行列 A の行列式ですね。まあ、これが出てくるという形で作れます。いいでしょうか。これ、
後で改訂したスライドを上げますので、まだまだ方に上げますので、授業の人はそちら参考にしてください。で、まあ、こういった形で、もう一回戻るとですね、この行列 A に対して、この二次形式が正定符号であるかどうかってことが判定できるというわけです。で、まあ、この命題から得られる K としては、逆に、じゃあ、二次形式がですね、不定符号、すなわち常に負であるってことはどういうときかっていうと、これは A が負でかつ、A の行列式が正の場合ですね。で、さらに、この二次形式が、こちらの不定はその符号は定まらない場合、この定まらない場合っていうのは、この行列式が負の場合ということになるわけです。で、基本的には今のこの二次形式が、符号が正定なるか不定なるか、あるいは定まらないかっていうのを使って、この二次関数のその極値が存在するか存在しないかってことを判定します。